はい、こんにちは。じいちゃんです。はい、こんにちは。よし、じゃあ、行きましょうか。はい、はい、行きましょう。質問、お答えいたします。ネタ元をどこから探してくるのかな。ネタ元って何？その、要は心霊スポット、ここ行きましょう、あそこ行きましょうってなってる、その、場所。そういう元ネタは、むいくんが説明します。ネット。早いな、もうちょっとなんかいい風に言ったってよ。もう基本的に要は愛知県で心霊スポット行こうってなったら愛知心霊スポットって検索かけて、要はそうなったら心霊サイト何個か上にずらーっと。嘘つき。何が今の嘘つき。どこ経費がかからない時間が短いところ簡単に済むところそしてお土産が買えるところこれですよ。お土産はあなただよ。違うよ、そんななんていうのコスパだけを求めてないよ。そう、俺全部それだと思っとった。いろんな心霊サイトを見て、うん、結局被る、その、うん、そう有名どころだと被ったりするから、うん、じゃあここ行ってみるかって、その要は被った順に、うん、要は何かあるんだろう、そのみんなが言うってことはっていう。うん、そんな感じでネットの分かりやすいサイトからしか持ってきてないから、うん、だからその細々したそのマイナーなところは本当にそのコメントとかでもね、うん、何々県の何々っていう場所来てみてくださいっていう意見は本当にありがたい。有名どころもマイナーなところも、もうね、本当コメントでマイナーとこが欲しい。有名、あんまり有名じゃないとこ。本当は僕さ、むいくんにもいつも言ってるんだけど、神社をさ、神社って言うと、しょうがになっちゃうか。神社をね、ずっと撮影したいななんて思ったりするんですよ。僕、うんうんうん、心霊スポットより神社の方が怖いもん。不気味だもん。ああ。うん。いつも俺、神社、本当一人でよう行かない場所だもん。まあ俺もそんな行かんけど。うん。怖い。あそこに入るとね、誰かに見られてる視線を感じるんで。それは霊感ならではの話。霊感の、そう。まあ、そういう意味では俺は別になんていうの、なんともないけど、なんか神社でじゃあおすすめあったらまたコメントにくださいって。遠いとこ嫌よ。経費かかるで。秋田県の丸々神社って言われても秋田県でどこですかって聞きますよ俺。遠いなーってなるな。秋田はありませんっていう。本当遠すぎると車が持つか持たないかが問題だよな。でもだいぶ修理したでしょ。そんなあと飛ぶことになるような2箇所変えんな。わお。あと2箇所も変えれれば多分、うん、北海道から沖縄まで走れるんやない。おー、うん、頑張ろう。目指せ京都。近いな。はい、次の質問は。いっぱい質問くれた方のやつ行ってみましょう。はい。幽霊の見え方はみんなそれぞれ違いますか。あ、違う。これは多分100人おれば100人心霊あ霊感持ってれば100人違うと思います。例えば右にいる女の人は色が濃くて、うん、左の男の人は色が薄いとか、そういう見え方もある。だからなんちゅうのかな、それもあるし、あそこにおるよねって言ったら霊感って、いやいないよ、見えないよっていう人もおる。あ、霊感のその本人のレベルによって、そう見えるレベルが違うと。要は歴史、俺ら言ったやつ、関ヶ原にしろ、だから関ヶ原の戦いの、そこまで見えるやつ、霊感の人がおる人もおれば、見えないっていう人もおるわけよ。うん。だけど、なんか感じるけど、どこにおるかわからんっていう人もおるわけない。気配は感じるけど、っていうあれだ。だから、それによって人それぞれ、霊感って違います。ああ、向こう
の世界がどうなってるとかじゃなくて、単純に俺らの見え方が違う的な話か。そう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 、むしろ向こうの世界を見える人なんてそうそういねえだろ。いたとして証明のしようがないからな。ただ本当に何ちゅうの、世界が見えるわけじゃなく、絶対この人は現代じゃないな、最初僕が思ったのはこの人は生きてる人ではないなっていう。おお。うん。あの生きた人の匂いと死んだ人の匂いっていうか幽霊の匂いってなんか違うんだよね、感じ方っていうか。ああ。うん。僕はほとんど霊感、普通におるときは霊感使わないんだよ。うん、プライベートでプライベートでやることは時は普通のかっちゃんとしてやってんだけど、たまにそれでもなくラップ音っていうか、あのピーンって耳の奥の方で耳鳴りがするような糸の張る音が聞こえると霊感出るときある、たまに。それは近くにもう良くないのが近づいてきてるから、そういう耳鳴りがするとかそういうあれ。いつか問いかけてくる。私の私の帰る場所がないとか。ああ。やだな、飯食ってる時とかにそんな急に声かけられても。そう、そういうの多いね。へえ、うん。では次、あの心霊スポットとか行ってると、あの黒い影ってあるじゃないですか。うん。あの黒い影は良くない幽霊ですかって。黒い影が見えたっていうのは、うん、黒い影っていうのはそもそも何て言ってるのかな、動物系が多いと思ってもらえた方がありがたいかもしれない。おお、うん、俺らの動画でも一回やったね。そう黒い動画、黒い動画、黒いものがフフフって動いてて、あれはもうほぼ動物だから、人間で黒い影が映るっていうのはほぼほぼもう黒い影っていうよりももうそこまでいったら見えちゃうて。ああ、だいたい黒い影って言って大きな影を見る人はいないって。まあ確かに大きくてもほんとこのぐらいの感じの、本当にまあ犬猫ぐらいのサイズの、本当にそう動物の霊って、そうだ、黒い影、目でふっと追うときは黒い影のときは大体動物の、うん、霊だと思ってくれた方が。もう黒い影のそれこそ人型みたいなの見えたら、もう人型にで見えたらもう目で人型だと分かってもらって。俺前説明したん、ここにコーヒーにおる、見えるって影がある、うんうん、ああいう風に見えるって、もう人間だったら、ああもうなんか、うん、貞子目の前に現れて殺される寸前の状態には慣れてると。そうだね、うん、僕らも早くああいうそういう姿をカメラに捉えたいよね。恐ろしいぜ、はい、そしたら皆さんと楽しめるのにね。だから黒い影、ちっちゃい影だったら、ちっちゃい影が走るっていうのはまあ動物が虐待とかね、そういう悲しい死に方をされた動物だと思ってくれた方がいいかな。まあ幽霊もその最近多いんですよ、そういうなんちゅうの、動物の霊がそういう風にね、虐待されたい、亡くなっちゃった犬が、まあ成仏できてない幽霊、動物霊もいると。そう、どうなんだろうな、うん。あと主人を思う、主人のそばを離れたくないとかね。ああ、うん。それはまだ感動的ないから、ね、いや、たまに近所の家通るとたまにいるんですよ、その犬が。穏やかじゃねえな。ずっと玄関の前で座ってる犬はたまに見るのよ。へえ。芝犬だろうな、あれは。俺犬の種類わかんないけど、茶色やで。茶色やで。芝犬やと思ってる俺。ああ、うん。それはなんか悲しいな。なんか。要は死んでもなおさ、そのご主人たちをさ慕ってくれてるわけじゃん、うん、にご主人たちが気づいてあげられないのは、かわいがってもらっとるんやろな。だけど俺犬と会話できるハイジっていうテレビでたまに出る人、ほう、あの人絶対すげえな。あ、本物なの。いや僕もたまに犬の問いかけって聞こえる時があるのよ、調子いいと。
へえ、初耳。そう。動物とはそんな会話しないもんだと思ってた。あ、俺動物嫌いだからな。うん。うんっていうのもあれだけど。うん。たまに、だから、今日でも犬こっち向いてすげえ吠えとったでしょ。ああ、はいはいはい。俺の顔見て、ワン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 と。あれはあなたを見てなの。そう。やっぱし犬には動物には見えるんだろう、何かが。ああ。うん。まあ犬猫よく何か部屋のわけのわからんとこじっと見ててってあるあれか。コンビニでも前、最近だけどさ、俺がヒュッと歩いてタタタタって車からこうやってずっとこうやってずっと僕の顔を追うの。それは単純に人がいるっていうそういうあれではないの。娘が通ってたら何も無む気持ちも。ああ。で、その犬が寂しい寂しいっていう頭の中で聞こえるみたい。うん。ああ。前にもあったのよ。話しなかったっけ？俺動物関係聞いてないと思う。散歩、小学校の子供が散歩してたんですよ、犬連れて。だけど犬はすごい嫌がって動こうとしなかったの、うんうんうん、で何気なしに行ってて、可愛い犬だねっつって言って、はいっつって言って、犬がこっちを見てワンワンって吠えたの、うんうんうん、ワンワンって吠えて、そしたらどうしてどうしてって言ったら、頭の中で、うん、昨日、まあ名前は言わない、ほにゃほにゃちゃんが、うん、ほにゃほにゃちゃんに怒られたから今日は散歩に行きたくないって犬が喋ったの。喋ったっていうか頭の中で聞こえたのよ、うんうんうん、で お嬢ちゃんは何々ちゃんっていう子って言ったら引かれた。そこだけ言ったらストーカーっていうか犯罪者だからね。なろう。うん、昨日お漏らし失敗してすごく怒ったのって言ったら、まずそこで第二の引きが入った。それは、うん、うん、すごいけどやっぱ通報される理由だよそれは。通報されるかな、なんか家見とるんかなと思われるわな。うん、これごめんね、ワンちゃんが話しとることやからって言ったら、ずっと僕の目を見てずっと惹かれてた。ほんでそのまま帰ってっちゃった。もう大丈夫だよ、怒らないって言っとるかもしれないよ。何も言わずに惹かれて帰られた。まあまあまあ普通ですよ。え？言い当てられるのも怖いし。たまにその動物の声が聞こえるっていうのやけど、あのハイジーさんみたいに毎回聞こえることはできない。あ、それはそもそも犬に近づこうともしないから、俺噛まれてからだいぶ昔なんだよな。え、その噛まれたエピソードはだいぶ昔のエピソードでしょ。だって犬怖え、猫も怖え、も猫なんかすげえ噛みついてくるよ足元。、うん、霊感なかった頃あった頃、それ霊感が強くなってから、あーあーっていうのもあれだけど、うん、良くないものまとってるんでしょうな、きっとその時の猫さんからすれば。嫌いなんだろうな。どんな質問やったそれ。え、あの黒い影は良くない幽霊ですか。あ、どう、それから動物になっちゃいます。すいません。俺本当道外すの好きなんですよ。集中力ないんです、まあ、基本的に動物霊でそんな害あるものでもない。害があるっていうことはまずないです。うん、よくあるじゃないですか、動物の霊がついてあなたは滅びますとか、わけわからんことを言われて条例とかで高いお金払っとる人いるけど、動物で一番怖いのは狐だけです。狐、うん、以外は大丈夫だと思ってください。狐は怖いです。本当に狐がたたられると一番大事なものから失われていくことが多いですから。自分じゃないです、一番大切なものから消えていくという。ああ、一番辛いパターンだね。そう、相手を殺す、自分を殺すんじゃなくて
一番大切なものを死んでいくのを見させるのがたまにあるね、そういうの一番怖いな。次の質問、ムイ君の幽霊に対する恐怖心はどこにありますか。これはねえだろこいつ。ねえ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 。もう爪切りさ。ねえねえねえ、ね、違う違う違う、そうじゃなくてさ、あの結局あなたの言う通り、かっちゃんのそばにいるから安心してるから、その何ていうの、余裕ぶっこいてるっていうのはあると思うんだ。ほんとかよ。あの爪切りさん、ねえねえねえ、この人ね、本当にまずね、まずあれ緊張感がない。うん、うん、そう。うんって言うのあれだけど、ほんとほんと緊張感ねえし、あと何がねえ。お金。あ、もう二人ともお金はないのは確かないけど。あ、心霊スポット行って僕なんか結構緊張するんですよ、うん、怖いなーなんて思ったりするんだけど、全くねえぞ本当に。爪切りさん、ない。爪切りさん本当にね、動画でしか 見えないけど、現場行くとすげえ緊張感ゼロ。うん、本当だよ。もうね、緊張持てよって俺いつも怒るもん。怒るっていうか注意するよな。そうね、もうちょっと緊張持ってくれんとか言って、うん、どうしろと、どうしろと。うん、無意ポッチ旅と夜ポッチ旅の似たようなもんやんて、あんなの、あんなもん感じ。うん、ない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 、お金と緊張感ゼロ。うん、いやでもね、多分あの視聴者さんだって多分来たらあれだよ、あなたのそばにいる分にはだいぶ安心して緊張感なくなると思うよ。爪切りさんももし来たら緊張感ねちゅうぞれ、多分緊張持ってくれよって頼むわ。嘘でもいいから緊張持ってくれって。いや多分ね、本当にあのかっちゃんのそばにいるから、その余裕ぶっこいてるだけで。俺だからあれだよ、一人で心霊スポットなんていうの、夜撮影行かないじゃん結局。俺も行かないもん。あなたでも行けって言ったらあれでしょ、その、いや別に行くけど、うん、僕はっきり言って心霊スポット一人で行けって言ったら行けません。なんでかっていうと、集中してもん一人やから。ああ。そうすると聞こえたくない声が聞こえるのが嫌やん。ああ、あなたはね、そういうなんか、うん、それこそ悲鳴だとか海聞こえとか、あの暗い中で一人で聞こえたら嫌だね。嫌だ。それは嫌だわ。うん。